左はむくんでますよね。左が、そうですね。はい、じゃあ一回持ち上げて、はい、本当に体重高いのに。昨夜、とか今朝とかたくさん食べました？そうですね、測ったら61グラム。1回が61グラム。ドライでね。はい。どこのドライでしたっけ？ビッグウッドっていう会社が出してるんです。ビッグウッド。はい。今その腎臓の悪い子用の食事の、はいはい、はい、ご飯。でもそれ両方食ではないよね。両方食です。両方食はね、はい、ビッグウッドの腎臓病食なんか昨日9550、夜はい、今日9850で、その1日で300も増えるかな。朝食べてきてすぐで、まだ動くしない。だいぶちょっと増やしたんですね、ご飯増やしてない。でトッピングが増えた。ブロッコリーの、ブロッコリーを乗せて、リンゴ乗せて。うちがそこまで来てる。なんか今歩いてくるときに出そうなところを、うん、力むのがどうしても弱くなっちゃうんだよね、こんな風になってるとね。痛いから。ももちゃん、ちょっと顔見してくれる？ちょっと下げようかな。ももちゃん、ちょっと見せちゃう。この色、うん、若干薄いもんね。ここの色が顔色ですからね。歯ぐきの色、下の色だからちょっと薄いんだよね。もっと綺麗なピンク色してなきゃダメだから。だからちょっとピンク色に見える。体重が増えるのはとてもいいことです。とてもいいこと。とにかくね、癌性悪液質って言葉わかります？癌によって悪液質、ガリガリに痩せて、だから癌によって亡くなるというよりも、ガリガリに痩せて抵抗力、体力がなくなって亡くなっちゃうケースが多いわけ。だからその癌性悪液質をさせないようにしたわけ。だから、まあ適度なタンパク質を足してやる、はい、うん、こと、炭水化物はちょっと、まあなしじゃない、ダメなんだけど控えめにしといて、タンパク質をちょっと足してやって、はい、がんに栄養がいかないように。これ申し訳ないけど、腫瘍といっても良性じゃないからさ、もうね、うん、悪性だからさ、もうね、そうですね。ちょっとお腹見してくれる？いっちいいのさ、よし。じゃあね、ちょっとこちらの部屋に行ってね、はい、今から薬は飲んでますよね。飲みました。注射はしませんから、レーザーだけ当てますけど、ちょっと時間長くしますので、はい、じゃあ この子抱っこしてね、はい、こっちの部屋リードも持っててください。はい、一回止めるよ。